皆さんこんにちは、みずきです。今日はニュージーンズやエスパなどを担当している最近人気のキッズというメイクサロンに行ってきました。メイクの情報を詳しくお伝えした後に予約方法や金額の方もご紹介していくので、皆さんぜひ最後までご覧ください。最初はこんな感じでトナを使って全体拭き取っていただいて、そして今はローションを塗っていただいてます。で次はサンクリームなんですけど、先生はミシャのサンクリームを使ってました。ローションみたいにすごい軽くて使いやすいので、もうこのミシャのサンクリームばっかり使ってますって先生言ってありました。そして独特な日焼け止めの香りみたいなのも全くなくて、すごい塗ってもらった感じ水分クリームっぽい感じだったんですよ。なので先生に、え、これ水分クリームですよねって聞いたら、いやこれ水分クリームじゃなくて実は日焼け止めなんですって言ってて、お客さんみんな水分クリームと間違えるんですよねって言ってました。そのくらい本当に日焼け止めっぽくないっていうか、本当なんかスキンケアっぽい感じのテクスチャーでした。で軽いのに SPF45 もあって、上から何回重ね塗りしても大丈夫なので、先生はだいたい水分クリームの代わりにこのサンクリームを使ってるっていう風に言ってました。で次はキッズのまた別のメイクアップアーティストさんで、ウンビ先生っていらっしゃるんですけど、その先生の AOU っていうブランドのリップバームを塗っていただいてます。で次はヨンジャっていうベースアイテムを塗っていきます。こちらセラムみたいなベースアイテムで、これも塗ってもらった感じがめちゃめちゃ良くて欲しくなったアイテムです。もちっとしたお肌を作ってくれるので、ファンデーションを塗る前に先生いつも塗ってるっておっしゃってました。ライン先生とずっとベースについていろいろ話してたんですけど、私みたいな熱を持った赤みのあるお肌の人たちってファンデーションがやっぱすぐ崩れたりとか浮いてきちゃったりするんですよ。なのでベースを崩させないためにはマットタイプのファンデーションを私みたいな肌タイプの方って使わないといけなくなってくるんですけど、マットタイプのファンデを使ったら使ったで乾燥してすごい浮いてくるので、ファンデを塗る前にこういったちょっと水分感のあるしっとりしたベースを先に塗ってマットなファンデーションをのせてあげることで、綺麗にファンデも塗るし、いい感じにツヤ感も出してくれるよっていう風に先生おっしゃってました。で次は新作のウェイクメイクのリキッドファンデとセルフュージョン C の BB クリームを混ぜて、ウェイクメイクのブラシを使って塗っていきます。私みたいに赤みがある人には最初から先生は明るくベースをのせないというふうにおっしゃってました。最初から明るくのせてしまうと赤みがどうしても消えないみたいです。なので最初は自分の元のお肌のトーン、首のトーンですねと合わせて塗るみたいです。そして今日使っていただいてるウェイクメイクのファンデーションなんですけど、ウォーターベルベットなのでいい感じにツヤ感も出してくれながらカバーしてくれるみたいです。私すぐにこの日にメイク受け終わってオリーブヤングに行ってウェイクメイクのファンデーション買いました。そしてこのおまけで今ついてくるウェイクメイクのブラシがめっちゃいいって先生おっしゃってました。スパチュラブラシですごい薄いので綺麗にファンデが乗るし、先生はもうこれ単品で本当に売ってほしいくらいお気に入りって言ってました。何人ものメイクアップアーティストさんが関わって作られたブラシみたいです。なので私も最近はこのブラシを学校に持って行って練習中です。おまけで今ついてくるし普通に買えるので皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、という感じで次はこちらのコンシーラーを使っていきます。こちら韓国のメイクアップアーティストさんが作ったブランドのコンシーラーで、色味もすごく綺麗でしっとりしてるのですごい使いやすいと先生おっしゃってました。塗ってもらった感じはすごい良くて、私もこれ買って今学校でこのコンシーラーを使ってます。でちょっとこれは西日本に住んでる方しかわからないかもしれないんですけど、普通に夢タウンに売ってありました。はい、という感じで次はペリペラのアイテムを使って眉毛を描いていただきます。3色混ぜながら使ってて、私はもうすごいなと思いながら見てました。この眉描きもすごい描きやすいみたいで、こちらも私買う予定です。韓国のオリーブヤングのアプリのランキングにも入ってたので韓国でも人気みたいです。
で次はもうどこのサロンに行っても絶対にあるこちらのペリペラの眉マスカラを塗っていただきます。韓国のメイクサロンでこの眉マスカラを使ってるとこすごい多い印象です。で先生と眉毛についてもいろいろ話してたんですけど、明るいカラーだけをのせると黄色っぽくなってしまうので、先生はいつも明るいカラーをまずのせて、その上から少し暗いカラーをのせてるみたいです。そしたら綺麗に色が出るよとおっしゃってました。この眉マスカラブラシがすごくちっちゃくて塗りやすいので、本当私も皆さんにおすすめしたいアイテムです。で次はノベブのアンダーアイコンシーラーを使っていきます。これ一つ塗っただけで明るくて綺麗な涙袋が完成して、私はすごいびっくりしました。で次はホリカホリカのダブルアイライナーを使って涙袋を描いていただきます。これも普段から私も愛用してるアイテムなんですけど、すごい描きやすくて綺麗に涙袋を描けます。で次はこちらのクリオの18番のパレットを使って涙袋にシャドウをのせていきます。この18番のパレット Q10 でもいろいろ検索して調べたんですけど、日本では売ってないっぽいです。で今こんな感じで涙袋に塗っていただいてるんですけど、コンシーラーをさっきベースで塗ったじゃないですか。なのでシャドウがしっかり密着して綺麗にのりますっていう風に先生おっしゃってました。で次はこちらの 3CE のチークとアミューズのシャドウを混ぜてアイホール全体にのせていきます。こんな感じで全体に混ぜてのせていただいてるんですけど、すごい塗った感じ綺麗でした。私もよく学校でチークとシャドウを混ぜて使ったりしてます。で次はパレットの中に入ってる濃いブラウンのシャドウでラインを引いていきます。こんな感じで三角ゾーンと下のライン全体にライン引いていただいたんですけど、全体に影を少し入れてあげることで目がさらに大きく見えるよって先生おっしゃってました。最近はこんな感じで目を囲む感じで全体にラインを引いたりとか、スモーキーな感じのメイクがすごい流行ってます。最近の韓国のアイドルたちのメイクとか見たらわかると思うんですけど、すごいねスモーキーな感じのメイクが多いです。メイクアップアーティストさんたち皆さん最近スモーキーなメイクが流行ってるって言ってましたし、私も実際に学校でも何回もスモーキーメイクを習ったりしてます。メイクもねいろいろトレンドが変わるから楽しいですね。はい、という感じで次は MAC のウォータープルーフライナーを使ってラインを引いていただきます。こんな感じで今粘膜を埋めてもらってます。で次は資生堂のビューラーを使ってまつげを上げていきます。で次はピカソのジェルアイライナーを使って目尻のラインを描いています。だいたいメイクサロン行ったらピカソのジェルアイライナーかホリカホリカのジェルアイライナーどちらかを使われてる印象です。で次はホリカホリカのツーショットアメリカーノを使ってまた上からラインを描いていきます。このホリカホリカのアイテムもどのサロンに行っても置いてある印象があります。こんな感じで綺麗にラインを引いてもらったら、次はつけまつげをつけていきます。ブラウンの少し長めのつけまつげをつけていただいてます。最近韓国ではつけまつげもトレンドが変わってきてるみたいで、ナチュラルなのが流行り始めてますっていう風に先生おっしゃってました。こんな感じで一つ一つ丁寧につけていただいてます。で全部つけまつげつけ終わった後は上からミュードのマスカラを使って塗っていきます。一本一本丁寧に上も下も綺麗に塗ってもらってます。こんな感じで徐々に韓国のアイドルまつげが完成していってます。で次はこちらのザセムのピンクのコンシーラーとさっき使ってたウェイクメイクのファンデーションを混ぜて頬の部分にのせていきます。最後にのせていく理由としては、やっぱりメイクをしながらどうしても頬の部分がよれてしまうので、最後にこんな感じでのせながらカバーしていくみたいです。ザセムのこちらのピンクのアイテムは明るさを出してくれて、そしてコンシーラーなので最後にしっかりカバーしてくれるみたいです。
こんな感じで最初から最後までしっかりベースしてもらったんですけど、夜になってもフィルターをかけたみたいな超絶綺麗なお肌で、正直びっくりしました。崩れたり浮いたりすることもなく、本当にファンデのノリが綺麗すぎて感動でした。私もこうやって今編集しながらもう一回先生のやり方を見て勉強中です。皆さんもぜひぜひ先生のベース術参考にしてみてください。はい、という感じで次はクリニークのアイテムと無地毛マンションのアイテムを使ってチークを入れていきます。こんな感じで目の下あたりからふわっと入れていくような感じです。で、今こんな感じでヘアもしていただいてるんですけど、ヘアはお任せでしていただきました。メイクのコンセプトが今回は韓国で今トレンドのメイクというコンセプトなので、それに合ったヘアでお願いしますということで伝えました。こんな感じでヘアはアップスタイルをしていただいてます。で、次はペリペラのアイテムを使ってノーズシャドウを入れていただきます。で、次はこちらのディオールとグリントの新しいアイテムを使ってハイライトを入れていきます。これがもうハイライト超綺麗すぎて、私ディオールもグリントのこちらの新作のハイライトもすぐ買いました。この組み合わせ本当に超綺麗です。で、次はさっき使ったペリペラのアイテムを使って顔周りにシェーディング入れていきます。で、次はこちらのネーミングのオレンジのチークを使って先生のすご技をお見せしていきます。このオレンジのチークを頬骨が出てる部分に乗せることで、頬骨がなんか引っ込んで見えるんですよ。すごく不思議で、最近先生がよくする技みたいです。頬骨出てるの気になるっていう方はぜひね、一度やってみてください。で、次は無地毛マンションのリップをベースとしてのせていきます。これもくすんだ感じのカラーで、色味めちゃめちゃ可愛かったです。ナチュラルな感じのカラーでした。で、次はノベブのリップペンシルを使ってラインを引いていきます。こんな感じでオーバーリップにしていきます。で、次はこちらのアイテムをまた重ねて塗っていきます。このリップいろいろ探したんですけど、Q10でもあんまり売ってなかったです。韓国でもネット販売してるみたいです。で、次は AOU のアップルバームを塗っていきます。最初に1回ご紹介したんですけど、キッズのメイクアップアーティストさんのウンビ先生のブランドのアイテムになります。これも結構どこのサロンに行っても置いてあるイメージで、私も実際にこのアップルバーム買いました。で、最後にソーナチュラルのフィックスミストをかけたら完成です。はい、という感じで、ちょっとメイクした日に動画撮影ができなくて別日に動画撮ってるんですけど、今からサロンについてちょっとお話ししていきたいと思います。動画内でもお話ししてると思うんですけど、ニュージーンズのミンジちゃんとか、あとエスパとか、あとはティファニーですね、少女時代のティファニーとか、スジとか、ソンミとか、ニュージーンズのヘインちゃんとか、もうほんといろんな有名人のヘアメイクをしてある、キッズというヘアメイクサロンに行ってきました。場所とインスタはちょっとこちらの方に載せておきます。で、私はメイクはキッズの団員室長さんに、お願いしました。指名して予約を取りました。で、ヘアはハイ先生にしていただきました。では先にまずちょっと予約方法をお話ししていきたいと思うんですけど、私は団員先生を指名しようっても最初から決めてたので、団員先生のインスタのリンクからカカオトークに飛んで予約しました。団員先生のインスタを見ていただいたらわかると思うんですけど、ここにリンクがあります。なのでそれを押すとカカオトークに飛べます。
で、団員先生にどうやって予約した方がいいか聞いたんですけど、 DM は確認が難しいので、カカオトークから予約していただくとすごいありがたいですというふうにおっしゃってました。なので団員先生にメイクしてもらいたいっていう方は、インスタのあのプロフィールリンクから飛んでカカオトークで予約してください。で、韓国語ができない日本人の方とはもう全部パパ語で、団員先生もあの翻訳機を使いながらお話しして、で、予約の連絡取る時も大体皆さんあの翻訳機を使って韓国語で送ってきてくれますというふうにおっしゃってました。なので、まあ、韓国語でカカオトークの方に送るといいと思います。韓国で最新のもうトレンドのメイクをしていただけるので、もう最近の韓国のアイドルメイクとかしてもらいたいっていう方はぜひぜひ行ってみてください。で、皆さん気になってると思います、価格の方をお話ししていきたいと思います。こんな感じでちょっとレシート取ってたので見ていきたいと思うんですけど、団員先生指名のメイクアップの価格が 27,500円になります。で、ハイ先生のヘアセットなんですけど、だいたい日本円で 11,000円ぐらいになります。はい、という感じで予約方法から金額までお話しさせていただきました。もうメイクシーンも全部見ていただけたと思うので、皆さんもう分かると思うんですけど、すごい細かくて、いつもはしないような感じの雰囲気のメイクで、すごい新鮮でめちゃめちゃ良かったです。はい先生と団員先生のインスタはリンクの方を概要欄に貼っておきます。はい、という感じでこんな感じのですね、サロン動画これからたくさん上げていく予定です。もう今いろんなサロンを巡って撮影してるので、もしここのサロンに行ってほしい、こういうメイクしてきてほしいというのありましたら、ぜひぜひコメント欄の方にコメントしていただけると嬉しいです。次のメイクサロン動画ももう今編集中なので、皆さん楽しみにしててください。はい、という感じで今日もちょっと長い動画になってしまったんですけど、皆さん最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。